どうもこんにちは、加瀬しつけです。今日は2023年の6月28日夕方5時半です。はい、ということで、麻雀物語のコラボがあっておりますので、こちらをやってまいりたいと思います。昨日ガチャをしてキャラクターもゲットしましたんで、ポイントアップというところです。で、トーナメント戦もですね、まだ結構やらないと進出が危ういという感じなんで、トーナメント戦と、あと、まあこちらの麻雀物語カップ予選 A ですね、こちらをやっていきたいかなという感じですね。まあその辺はちょっとまあ様子を見ながらやっていきたいと思います。8段、9段の方との勝負です。言及争奪戦はなし。はい、昨日、とりあえずちょっと昨日再開したというか、しばらく止めてて再開してですね、でやり始めてからトップ1回しか取ってないんで、かなりトップ率は低くなっているかなという、そんな思いがありますね。ハイパイ点数はまあ4点ぐらいでしたね。微妙でした。なので、さあここは発動泣かれましたから、まああんまり一生懸命上がりにかけるというよりも、ちょっとまあ注意しながら、まあ、やっていく感じにしましょうかね。まあ、下茶じゃない、上茶は、どうでしょうね。まあ、ピンズっぽいはっぽいんですけど、最初に9ピン切ってるんで、微妙かなと。で、下茶はどうでしょうね。手が悪そうですね。さあ、イーシャンテンですが、リーチできます。これってペイ切るよりか、染めた方がいいな、と思いまして。まあ、そうきましたね。で、リャウンピンなんで、ここはリーチしますか。はい。まあ一応、ハネマンチャンスかなり。まあまあ、欲しかったリャウンピンを取られましたね。というところで、まあまあ、親の上がりですか。はい、次です。まあさっきはハイパー4点で、あんま良くなかったんですけど、いいツモしていったんでですね。はい、ということで、こちらハイパー点数は7点ぐらい上げても良さそうですね。9ピンはちょっと使いづらいんですが、まあ3差とかが入れば9ピン短期とかでも面白いかなという感じもしますが、リャンピンが来たんであれば、ここはチーソー落とすか。チーソー落として、まあさっき言った3差が入ってくれば、ほんと9ピン短期とかもあるなとか、一応リャンペイコーじゃなくてイーペイコーの形をちょっと残しつつ、そういうパターンね。まあ、最悪ペンチーピンに受けてもいいかもしれないですね。これもちょっと中途半端なイーペイコーなんですが、まあ、ウーパーソが入ったとして、まあ、周りをちょっとそろそろ見なきゃいけないんですが、想像が高い。あ、そうきたか。であればもう、ペンチーピンリーチでいいんじゃないでしょうか。リーチ、ドライチです。はい。まあこれはもう最終形ですよね。いまいちな最終形が出来上がりましたと。まあそんな感じです。まあこれはもう上がれるときは上がれるしというイメージなんですが、結構押してきてますね。ああまあまあそういうことですよね。はい。ああ3暗号確定か。はいはい。まあいい上がりでしたね。次です。まあ、愚形リーチなんで、やむなし。これはハイパイ点数は、まあ、6点ぐらいかな。初は泣けるし、あんこもあるし、トイツもあるしという。まあ、トイトイで上がっていいんじゃないかなという感じですね。初トイトイ。まあ、なんか最近は割と泣きを結構多用してます。あんまり変な泣きをしないようにはしてるんですけど、まあ、妻はちょっと良くないか。トイトイ、行きましょう。まあ、ここは一応、統一がいくつかあるんで、そこを当てにしながら、あら。まあ、しょうがない。行くしかないな。はい。ということで、行きました。ウーピンを持たれてるみたいですね。ポンされましたね。ということは、下茶も割と張っていこうとしてるんで、ここはもうあんま無理しなくてもいいかも。いや、ここはもう無理せず行きますか。まあ、あんまり、頑張ってもしょうがないような気がしますんで、ここは積もられましたね。4枚目のGピンを
4枚目のチーピンを詰まられましたというやつですね。次です。はい、まあそういうこともあるんで、愚形のリーチでも上がれるとき上がれるというやつですね。さて 1,2,3,4,5,6,7 種、7種でドラウーピンはまあ年差1個あるんで、まあ8な、はい、まあ6点ぐらいあるかな。これは第一質問も良かったんで普通に上がれそうですね。はい、ハイパイ6点、第一質問よしということですから、これ上がれるでしょう。3品の1泣きで2品とか捨てている感じなんで、ちょっと狙いが非常に不可解なんですが、まああまり気にせずに手を進めていきます。まあ薬杯バックの可能性は非常に高いですね。まあ泣かれる可能性は高いとして、まあでももうペイは落とさないんで、あペイ引いてきたかってなると、またペンチーソとかのリーチに固まりそうなんですが、ソーズがちょっと高めかな。まあウーピンは落とせるとして、まあペンチーソとかですよね、イメージ的には。まあまあそうなりましたね。結構手ができてたみたいですね。さて横移動結構続いてるんですけど、まあまだトーン3曲ですから、まだまだこれからです。さあこれはいいハイパイですね。ハイパイ8点上げてもいいでしょう。トンバでトンもペイも泣けて、まあ、本一に染めれそうないい手が入ってきましたね。まあ、いいピンを持たれてるみたいで、まあ、嘘きたか。まあ、一応チートインもちょっと見ながら進めていきます。ペイポンするか。はい、ということで嘘を切ります。ペイを落とされたんで泣きましたというやつです。さあ、これで一応難を確保しておいて、まあどうかな。数値ピン入ってきて何短期、何は安牌ですね。何もシャーも打てそうです。さあ E ピンは打てるし、トーンは勘しません。 E シャンテンですから、まあ勘はしないですね。2ピンは打っても良さそうなんですけど、白は1枚切れなんでどうかな。まあ白2ピンを先に行くか。2ピン引きましたが、いい数層が一応固まってはきたんですけど、そういうことか。はいはい、次です。はい、まあなかなか勝ちが遠いですね。さあ気を取り直して、まだまだ点差はそんなないんで全然いけるかなと思っております。トンバです。ハイパイ点数は7点ですね。これも、まあ、染めてかな。まあ染めてでいきましょう。ここはちょっと染め一直線で頑張っていけば、なんとか上がれるんじゃなかろうかと思うんですけどね。パーソー泣きたいとこなんですが。さあ、これで、まあ、イーソーを取っておいて、リャンゾとかが入ってくれば、一応ペンチャンですね。まあ、カンチャンが入りましたね。まあ、これが最終形でいいんじゃないでしょうかね。はい、マンガンです。やっと上がれたなという感じですね。まあ、これが一気に1、2、3と連続で引いてきた、上がりでしたね。なかなか珍しい形なんですが。さて、これはハイパイはまあ6点もないな、5点というとこですね。まあちょっと薬杯大事にしつつ進めていけば、いいんじゃないかなと。あんまり無理して上がるような手にはならなそうなので、まあ薬杯を絞りつつっていう感じでいきますかね。下茶がもうあからさまに想図で、まあ多分薬杯欲してそうなんで、まあ想像切っていきますか。ここは想像として、まあ薬杯を持ち逃げする感覚でいいんじゃないかなという気がしますが、難が出てきましたね。ペイ難を打ちましょうかね。ここで白も出てきましたね。ってなってくると、チュンを早く落としてしまった方が良さそうですね。はいはい、これを泣かれまして、リャンウソが入ってくれば割と形が、そういうことか。もうちょっと厳しいですね。はい、上がられました。本一
なかなかいい形でどんどん上がりを重ねていっておりますね。これでちょっと一着がまた難しくなってきましたけど、ここで上がれればと思ったんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8周ですね。8周、はい、あんこがあるとはいえハイパイ点数はまあ、3点ですね。まあ一応国士は狙わずに重ねていきましょう。これは難を泣いて無理やり上がってもいけそうな、ちょっとまあハイパイツモになってきましたね。2あんこ来まして、ミスは捨てます。2あんこ来て、あっとこれは勘しましょう。これは勘でいいですね。あら、一気に手が締まってきましたね。リーチかけたいですね、これは。まあ、ここで3走引いてきて、パーソーを切ってリーチみたいな、そういう方向性でもいいんじゃないかなと。さあ、ウーソーを泣かれましたね。3走も泣かれました。はい、ということは、この裾はもういらない。Q1 はいらないんで、さあ、これでチーソー入ってきたか。ってなってくると、ペイは微妙ですね。早めに落とすか。いや、ペイは頭候補で一応持っておくか。ペイが当たりになりがちなんですけど、小さく泣かれたんで、上のブロックが結構作りにくくなってはきたんですが、これはまあ多分、他社に比べて遅いでしょうね。こっちは。ペイ離すか。ペイ離しろき。ギリギリセーフ。あと、E ピンが打てるかどうかと思ってたんですけど、2ピン1個か。これはひどいな。E ピン3ピン、打ちづらいが行きましょう。当たったか。E 数ピン。E ピンと9走。ダメでしたね。これをちょっと打ってるようでは。はい、かなり厳しいですね。今のはまあしょうがないんですけどね。はい、最後これ上がっていきたいと思います。頑張って最後上がろう。さあ、ということで、難を出たら泣きます。そして一応イーソが来たんでリーチも可能性出てきましたね。天地イーソかな最後。あっと泣かれまして、発を捨てます。ペンチーソになりそうなんですが、あ、チーソ来ましたね。ってなってくると難を泣いて、ああ終わりました。これで漫画あればこっちが、あ、ないのか。まあ3着決着ですね。ギリギリ3着。かなり厳しいですね。ちょっとまあ、さっき全局の E ピンがちょっと本当に余計でしたね。はい、とりあえず、どんどんいきます。レーティングが下がる一方。さて、ということで、ちょっと気を取り直して、トーナメント戦やっていきます。これでちょっと連続、全くトップがずっと遠い感じになってますね。打ち回しにやっぱり反省点はあるなというところなんですけど、まあまあ上がれる時を目指して、少しずつ着順を上げていく気持ちで、やっていきたいかなと思います。ちょっと正直負けがかなり続いているような感じになってます。多分また結果を出してみれば分かるんですけど、おそらく2着3着が結構続いてますね。はい、ということで、まあ2着3着をクリアするためにはやっぱり、あら、いきなり CPU が入りましたか。まあこれはラッキーと思って進めたいとこなんですけど、まあそうではないですね。まあとりあえずは相手が弱いということはないんで、もうまあ少しでもいい手を頑張って作っていくという感じですね。また CPU のダイソーが入りましたが、ダイソーというか、まあ実質つもぎりをしてるだけだと思うんですけど、はい、ここでペイを泣いていきます。さあ、ここでソーズのカンチャンを入れまくれば割といいかなと思うんですが、ちょっとパーピンかチーピン引きがあるんで、ローソー落とそう。これで酸素に絞って、あとピンズ、あ、チーピン引きましたね。素晴らしい。はい、ということでサブローキューピンとウーパーソーに受けまして、リャンゾはちょっと早めに落としたいな。神茶がちょっと危険ではある。リャンピンは泣きません。で、
まあ、ここへ来ると両ピン泣いてもいいっていう話になるんですけどね。まあでもサブローキューピンが結構打たれてるんで微妙ではあります。3ピンは泣かれてますしね、微妙な3面ちゃんではあるんですが、結構キューピンももう出てきましたしね、ここはもう行くしかない、1枚ずつしかないか、サブローキューピンが1枚ずつしかない。まあ3種類あるというのは大きいと思っていて、ちょっとまあ頑張っていきたいと思います。1枚ずつあるというとこですね。はい、出ました。ということで、テイ、ドラさん、マンガンですね。ここはマンガンを上がることができたんで、よしということです。さあ、次行きましょう。一発目でマンガン上がるとやっぱり気分がいいとこです。さあ、ハイパイ点数はこれはまあ5点というとこですね。あんまり良くはない。ただまあ、本一がちょっと見れるんで、あ、これはもう本一一択で行きましょうかね。泣きはちょっと微妙なんですが、まあ泣きはちょっと抑えて、面本を目指していきますか。数層ってなってくるとちょっと想図の真ん中は持っておいた方もいいかなという気がしますね。さあ、あとはペイ、ハク、どう、あ、こう来るとちょっとペイもハクも打ちたくなくなってしまいますね。さてさて、数ピンまで来ましたってなってくると、5678まであって、3ローピンがなくなったかってなると、ハクを持たれてる可能性がちょっと出てきますね。チーソーはちょっとギリギリかな。ハツアウト。さあ、ペイとハクを誰が持ってくるか。まあペイはいけるか。酸素も先打ち、まだ上がれないみたいですね。さあ、ペイを打って、ハクか、ハクの話だけは。さて、カミ茶が乗りましたが、ローソーも E ピンも行きづらいけどな、E ピンをちょっと打ちます、ここは。ローソーはちょっと注意したい。あ、わかりました。行きましょう。ここは勝負手。はい、ということで白短期ですね。まあ白はよもや打たれはしないとは思うんですけど、ツモを期待していきましょう。まあいいピン切っての白待ちですからね。まあちょっと条件は厳しいんですが、おっと泣いてきたか。さあ、まあ、これでハクはもう出ないですね。はいはい、同じことを考えているようです。はい、さあ次ですね。とりあえずは、1本と1本馬ですね。これはハイパイ点数いいです。これは8点ですね。これももう本一一択でいいと思いますから、本一を狙って、ピンゾをガンガン落としていきたいと思います。さて、ツモはあまり良くない。さあ、ツモがピンズにかなり寄ってきてはいるんですが、はいはい、ソーズ引き行きまして、ハクが1枚落ちてますね。ハクを落としましょう。ピンズはまず先に落とします。この状態でハクが来てくれればそれでよしなんですが、はいはい、ローソーが来まして、これはメンチン行きたいですね。やんぞ、泣きましょう。しょうがない、メンチンは諦めて、まあ、鎮逸を上がっていきたいとこです。なので、まあ酸素は泣きます。酸素は泣いて、で受けが来るとしても、あ、キティチか。トンは打てますね。あー、そういうことか。はい、一発ドラもいっぱいあるんで、これは結構でかいですね。わ、バイマンか。はい、バイマンを上がられてしまいました。まあ気を取り直して、まあ一応トップに3000差なんで、あ、
高ハイパイ演出来ました。ちょっと久しぶりに来ましたね。ハイパイ点数はナンバーですし、まあ7点というところですね。すぐに上がれそうな手配が来ました。はいはい、3ピン引きも非常にいいですね。これ統一っぽいですけど、やっぱり普通に両面で受けて上がっていきたいところです。数値外両ピン、両ピンが1枚出てしまいましたが、まあ、一応小さ引きも考慮して、あ、ローソー、ちょっとあんこっぽくもなってきたんですけどね。チートイのイーシャンテンでもあります、まあ、しかしここは何を役としてつけた方がいいかなという感じなんで、まあ数値急引きですよね。ブーストはちなみにダブルドラーなんで、ローピンか、ちょっと急がないとまずいな。これは泣かないですねってなってくると、リャンウピンですが、さあちょっとだけ様子見ます。はい、ここでリーチいきます。これで一巡回しての、リーチです。なんとなくですけどね、ちょっとつもぎりリーチを、やってみたところでした。さあ、リャングピンですけど、まあ出ないでしょうから、とりあえずつも上がりを期待です。まあもしくはリーチ者から出ると。はいはい、出ましたね。安めですが、リーチなんドラドラでマンガンです。裏にで、跳ねマン、はい、ということです。はい、5万点来ましたね。久しぶりに5万点で、やっとトップが取れそうだという感じですが、これからひっくり返されたことが何度もあるんで、1、2、3、4、5、6、7種。はい、7種で、ハイパイそんなに悪くないです。これは5点ですね。第一つももドラなんで、よしと。これは普通に上がりを目指してもいいかなと思いますんで、まあ、本一にはせずに、なるべく想像を大事にしつつ狙っていきたい。あとピンズの一通もちょっと見えますので、まあ、役牌を大事にしながらピンズの一通をちょっと目指してい、きたいかなと思います。チューンは落とします。そしてまあそうですね、ある程度役牌泣かれそうな雰囲気はありますね。まあペイを落としまして、あとは、あ、3ピン来ましたか。であれば何はとりあえず1枚落ちてるんで、難落として、でチーピンも入ってきそうな雰囲気はありますが、はい、リーチは来ましたね。まあチーソー離す必要はないでしょう。さあ、ここはちょっと絶対に打たないという、そういう気持ちを持ってやりたいと思います。ここで打ったらもう終わりですからね。ここは絶対にやれないです。さあ、あとはチーピンか、ローソー、あのかなりいい形でその入ってきてはいる。あ、これ本当に落とす牌がないぞ、これはとりあえずもうションパイいきますでした。いやー危ない。ローピン、ロー9ピンはなんか3ピンが出てるからちょっと候補だったんですけど、はい、打たなくてよかった。まあ追い越されてはないですよね、5万点ですから。さあ、まだまだあと2局しのがなきゃいけないんで、なんとかちょっとかわしたいところです。1、2、3、4、5、6種か。まあハイパイ点数は5点かな。いや5点もないですね、4点というところですね。メンツが1個ある程度です。さあ、トイメンが頑張っておりますが、まあちょっと100チュンは様子見ながら捨てましょうかね。とりあえず、トイメンは役牌バックの可能性が非常にあるなと思ったんですが、まあ、ここは白打ちましょう。はいはい、泣かれましたけど、まあ、ちょっとチューンが重なったことによって、まあ、こっちも手が進みそうなんで、シャーはちょっと怖いな。シャーは怖いんで、ちょっと様子見ます。ここは絶対打ちたくないんで、はい、これはスルーですね。ただ、チーソか、入ってきましたね。まあでもここはですね、もうかなり守備的に受けようかなと思っています。実際にもうトップ目なんで、まあここで仮に対面に積もられたところであんまり痛くはないんですよね。あ、そっちの方がよっぽど痛いんですけど、まあちょっとこれで逆転されましたねなかなかトップが遠いところですね。
さて、これはハイパイ点数はまあ4点というところですね。だからここからあんまり頑張ってもっていう手配ではありますが、しかし上がりに行かなければ勝ちも少ないというか、まあ今も逆転されてるんで、まあここはトーン落としましょう。ハツも落とします。であとは1000点でもいいからとにかく上がればよしと思ってるんですけど、リーチャン点なんでここはリーチかけて上がりたいですね。まあ一応ペー泣いて完リャンピンとか思ってたんですけど、これでペーを取るリーチでいきましょう。まあ2ピンは出ないと思います。ペーは出るでしょうから、リーチペイ、まあリーズメペイの裏位置とかそのあたりを期待したいところですが、追いかけられましたね。さてここで上がられるようではまあ勝ちはもう厳しいですね。さあどうか。まあこっちはシャンポンですから待ちは良くない。ああそうかきついな。全然ちょっとまあ上がれないことはないと思ってたんですけどね。倍満か、終わったな。はい、ということでまたこれでトップ取れずですから、トップがマジで遠い。もうどのくらいかな、しばらく76連チャンぐらいトップを取れてなくて、な3着も何回かありましたからきついですね。レーティングが下がるばっかり。はい、ということでなかなか悔しい負け方を続けておりますが、以上にしたいと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。